歳にして9針の傷を持つ男。ふん。ちょっと聞きなさいよ。痛えな、何すんだよデブ妻。邪魔なのよ髪溶かすのに。あんたなんか髪がないんだから鏡に用はないんでしょ。そうじゃなくても鏡の前はレディーの陣地なのよ。覚えておきなさい。レディーってなんだ。レディーっていうのは上品な女性とか素敵な女の子のことを言うのよ。そんなことも知らないの。呆れたバカね。天に代わって成敗。これ一郎ちゃん。うわあ、なんだよ、吉川のばあちゃんか。急に現れたらびっくりするだろ。もう朝飯は食べたのか。人ん家に上がるには朝が早すぎないか。そう思ったんだけど、一郎ちゃんに一郎の。一郎が死んだのは本当に俺のせいじゃないぞ。うるさいわね、何喋ってんの。吉川のばあちゃんがチロのことで怒りに来たんだ。違うよ一郎ちゃん、そうじゃなくて。誰もいないじゃない。え、あんたのバカにはほんと付き合ってらんないわ。もしかして吉川のばあちゃん。面目ない、結構年だったから。そのぽっくりと。ぽっくり死んじゃったの。一度、そういうことは冗談でも言っちゃいけないんだよ。だって本当に死んじゃってお化けになってここにいるんだもん。ああ、また言った。お母ちゃんに言いつけてやる。ああ、どうすんだよ。母ちゃんに言いつけられちまうだろ。死んだからっていちいち来るなよな。実は一郎ちゃんにチロの子供のことを頼みに来たんだよ。あのちびすけが一人ぼっちになっちゃうから世話してやってくれないかね。何言ってんだよ、俺自分の世話だってできないのに、あんなちっちゃいやつの世話できるわけないだろ。どう頼んでもダメかね。子供に子供のこと頼むなよな。はん。どうしてもダメかに。一郎、母ちゃん。母ちゃんじゃないよ。あっぱらからろくなことしないんだから。とに言っていいことと悪いことがあるんだよ。そりゃシャレにならんぞ一郎。吉川のばあさんだったらいつ死んでもおかしくないんだから。シャレじゃないよ、本当に死んだんだ。あ、一郎がまた言った。それでお化けになってチロの子供のこと頼みに来てるんじゃん。来てるって。うん、今じいちゃんの隣にいる。一郎。だー、見たかよ今のじいさんの真剣な顔。もうおじいちゃんはすぐ本気になって聞くから。ああ、おじいちゃんの腕がサブイボだらけだ。皮膚が生きてる証拠だね。花田さん、花田さん。はい、はいはい。ああ、花田さん、実はね。吉川のおばあさんが亡くなった。本当かそれ。これ見ろ。本当に見たの、吉川のおばあちゃんのお化け。ああ、見た。嘘つき。嘘じゃない。嘘、嘘だな。言いなさいよ。言ってよ。やめそうだ。おはよう。どうした花田。山崎先生。朝から兄弟喧嘩か。おはようございます。ちくしょう、逆もやったな。こらこらこら、喧嘩もいいがほどほどにしなさい。よくも山崎先生にひどい顔を見せてくれたわね。ひどい顔ならいつも見せてるだろ。死にたい。死ぬなよな。もう死んでみんなしておいらにあしろこうしろって言うつもりだろうけど、そうはいかないぞ。
けど大往生だよね、88なら。今朝草取り仲間のおばあちゃんたちが迎えに来て見つけたんだって。ばあちゃん一人暮らしだったからな。遠い親戚はいるらしいけど、家族は犬のチロが残したあのチビちゃんだけだったもんね。おチビちゃんどうするのかしら。誰か引き取ってくれればいいんだけど。いや、どう思う？え？ほら、一路の言ってたこと。やだ、偶然でしょ？嘘から出た誠っていうか。ばあちゃん、今日は葬式だろ。自分の葬式やってんのにこんなとこにいていいのかい？いい、いい。どうせ今頃は火葬場だよ。自分を焼くところなんかあんまり見たくないし、それよりずっと大事なことだから。またそれをやる気だな。大人のくせにおとなしく留守番している子供を脅すなんて。でも、そんなことで俺が言うことを聞くと思ったら大間違いだぜ。いいか、ばあちゃん。この頭の9針の縫い傷は伊達じゃ。一郎じゃ。わかった、父ちゃんが帰ったら頼んでみる。え、本当かい？ありがとう、一郎ちゃん、恩に着るよ。あのチビの引き取り手を見つけるのは至難の技だな。なあ、絶対引き取らせちゃいけねえのは花団地だな。確かにあんなちっこい犬、一郎が一日と生かしちゃおくまいよ。そうじゃなくても、花団地は火の車なんだから、犬一匹飼ったら家が傾くべよ。なんだと？父ちゃん、許してくれよ。ふざけんな、俺んちは今だってネズミを100匹も養ってんだぞ。うまい、つらそうだ。なんだ。そっか、お留守番してればよかった。じいちゃんも。おい、イチラッチャビン、お父ちゃまのお帰りだぞ。しゃもってこい。おい、イチロ、明日にでもあのチビ犬連れてこい。え、誰が何と言おうと、花田財閥の一員に迎えるぞ。名前は、花田次郎。花田家の次男坊だ。おい、ちびすけ。おう、おう、おう。いっちゃんいないよ。ちゃんと探せよ。あら、あの犬ならもういないわよ。え？お葬式の後でね、親戚の人が迷惑かけないようにって連れて行ったのよ。え、どこに？そう。現状？そうなんだよ。一刻も早く引き取りに行かないと、あの子が安楽死させられたら。安楽死ってなんだ、会いたい？したくはないよ。安らかに楽に死ぬってことだから。なんだ、痛くないのか。焦ったぜ。何ほっとしてんだい。死んじゃうことには変わりないんだよ。ほら、一郎ちゃん、もたもたしてないで。もたもたったって出すもん出さなきゃ動けないだろ。人が便所に入ってんのにわがまますぎるぜ。だってこうしてる間に、もし注射でもされちまったら。注射？注射は痛いじゃないか。とにかくこんなことで死なせるわけにはいかないんだよ。あの子はチロが命がけで産んだんだから。それはイチロちゃんが一番よく知ってるだろう。分かってくれたようだね。じゃあ早速保健所へ。あ、おっと、うっかりうなずくとこだったぜ。冗談じゃねえよ、ばあちゃん自分で行ってこいよ。ねえ、いっちゃん、うんちまだ出ないの？
お化けじゃ相手にしてくれないよ。見えないんだから。だから一郎ちゃん。俺は行かない。注射が大嫌いなんだ。何言ってんのさ、男の子だろ。じゃあ自分で行けよ。だからお化けは見えないんだよ。ねえ、誰と話してるの？ダメですね。ちっちゃすぎる。よし、どうしよう。何だったんだ、今の。そんな手に何度も引っかかるもんか。見なきゃこっちのもんだもんね。だったら仕方ない。ババはオイラが言うこと聞かないからって。なんだよてめえら。どうなってるんだ今日は。おい、今度はどうしたんだ。まったくとんでもない坊主だ。どうしてあの中にいたんだ。それは俺が聞きたいよ。それよりもよくも原骨をくれたな。何か用があるから保健所に来たんだろう。え、ここ保健所なの。なるほど、なんて無理やりなババアなんだ。保健所なら用はあるよ。ただしオイラに注射しようたってそうはいかないぞ。注射なんかしないよ。本当？本当に本当だな。本当に本当だ。で、何の用でここに来たんだ。犬を引き取りに来たんだ。名前は花田次郎。黒い耳つき帽子をかぶったようなちっちゃいやつ。ああ、あいつお前の犬だったのか。まだあいつ安楽死してないかい？間に合ったかい？間に合うも何も、野犬かやむを得ない場合でなければしないさ。え？あのババよくも落としてくれたな。でも、その犬ならもうここにはいないんだよ。まったく何が何だか。突然何かが子犬を連れ去ったんだ。いや、はっきりとは言えないけど、あれは黒い犬だったような。あ、きっとチロだ。あ、ちょっと待った。お前には犬との正しい付き合い方をきっちり指導してからでないと返すわけにはいかないぞ。犬には囲まれるわ、原稿はもらうわ、説教されるわ、指導されるわ、全部吉川のババアのおかげだ。あ、うんこもしゃぐったし。おのれクソババア。いや、一郎ちゃん悪かったね。ちょっとしたすれ違いでさ。この落とし前はどうつける気だよばあちゃん。一郎ちゃん、それなんだい。保健所のおじさんがくれたんだ。よかったじゃないか一郎ちゃん。なんかムカつく一郎。このバカ、ど
をほっつき歩いてたんだい。ソータくんがずっと探してたんだよ。便所で消えたら誰だって失敗すんだろ、バカ。かわいい。そっか、いっちゃんワンちゃんを見つけてたのか。なかなか利口そうな犬だな。すっごくお利口よ。ね、お母ちゃん。ああ、まるで言葉がわかるように言うこと聞くんだよ。そんなにお利口か、チロ君は。よーし、それじゃ、父ちゃんが犬小屋を作ってやろう。まだ小さいから玄関の中に置いてやるといいな。そばに便所も作らんとな。え、うちの中に便所作るの？いつ？今すぐ作ってやるよ。任せろ、父ちゃんはデグだぞ。ほら、一郎が壊して役立たずだったテレビが中身を取ったらなんと素敵なジロちゃんのお部屋に大変身。じゃあ便所っていうのは、じゃーん、あー、草加せんべいのカンカン。あー、それじゃ確かにあーというか、それのどこがデグなんだよ。笑ってないでちゃんとしたの作ってくれよ。時間に便所に入るとババアの怖い顔を思い出しちゃうんだよな。俺じゃない、あんたくらいしかいないでしょ。こんなことすんのはどうせ夜中に催してしちゃったんだろ。ジロの便所だぞ。こんなでっかいのジロがどうやってすんのさ。するよ、こいつはたくさん食べるんだ。やめろよ、人がクソ食ってる時に飯の話するのは。最低。本当に俺じゃないってば。どれどれ、おじいちゃんが見れば人間のものか犬のものかすぐわかる。
これは！あのババアが悪いんだ！おじいちゃん、おじいちゃん、一郎、死んだ人のせいにするなんて！あの大人なの！何やってんだ、じいさん！おじいちゃん！Don't pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless. But it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. Even forever don't seem like long enough. Every time I breathe, I take you in, and my heart beats again. Baby, I can't help it, keep me drowning in.川に魚釣りに来たんだけど、なんだか変な奴がオイラをじーっと見てるんだ。おい、お前お化けだな。オイラにお願いしようったってそうはいかないぞ。なんたってオイラは遊ぶのに忙しいんだからな。なんだよ、そんな恨めしそうな目でオイラを見るなよ。一郎、お母さんを助けて。